初めての転出届、移動届けしてます。お勉強になりますね。わかんないよ、まあ、でもいろいろ知れていいですね。この後の流れとしては今とりあえず移動届を申請してる状態なので、移動届が通ったらその後、うん、それで今日で向こうが通るかわかんないんで、向こうの返入届けができるかわからない感じなので、まあ、ちょっとそれを聞きつつ、行けるんだったら今日もう向こうの住民票を取りたいかなって思ってます。またバン。よし、終わりました。やっと終わった。流れとしては最初、転出届って言って住所を出しますみたいな届けをして、でその後、その証明書みたいなのを持ってもう一個次の住所のところに、ありがとう、次の住所のところに行って、でそこで転入届を出してきました。で出して住民票もらいまして、もらいましたらそれを持って今警察署に来たんで、警察署の方で免許証の変更をしましたので、これで全部完了でございます。お疲れ様でした。ということで、めちゃめちゃ引っ越すって大変ですね。はい、ということで今1時50分ですね。動き出してからはどれぐらい経ったんだろう、3時間ぐらい、多分11時には出発したんだよね、家を。なんでまあ全部でそんなに時間かからずできたんで、待ち時間とかもなく行けるので、みんな大変だね、みんなこれやってんだよね。ということでですね、全部終わりまして、とってもお勉強になったよね。いろいろこういう手続きがあるんだっていうお勉強になって、とっても良かったです。一日ね、もう本当に半日くらい、嘘、それは嘘だ、本当、市役所の人たちが優しくてめちゃめちゃ助かったっていう一日だったよね。ありがたい、皆さんありがとうございます。本当になんかお母さんのように教えてくれるからね、はい、ここは何々ね、一個ずつ、ね、宿題を見てる、ね、そうはい、ここに子供の子ねとか、本当そういう感じでした。なのでめっちゃ優しかった、ね、ママも一日付き合ってくれてありがとう、見てまして。はい、ということで住所変更 Vlog でした。ということで、もし参考になったよっていう方がいればグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。騙されー。